どうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。スプラトゥーン2ヒーローモードやっていきましょう。さあ今回はステージ5のラストです。まあただね、ちょっとそっちに移動するためにこっちから行きます。はい、そう、あの真ん中にできたんですよね、ボスステージが。いよいよって感じですよね。ちょっと待ってねちょっと待ってね。あ、さあ気を取り直していきましょう。はい、来ました、ときめきボムラッシュ、 Tide goes out。 え、あれ、こんなタイトルでいいの、え、こんなタイトルでいいの。じゃあまあ行きましょうか。はい、ボムラッシュ、なるほど、行ってきます。なんかあんまりラスボス戦らしくないタイプなんですけど。お、ヒーローシューターデータ集めてほしいでし、お前こんな時でもデータ優先かい。4号行くよ。はい、アムロ行きまーす。よいしょ。え、何、え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 、あれ、アオリちゃん、マジか。うん、柄悪い、来ないでって言ったのに。どうして、こうなったら力ずくでもないけど、もう動き、 Hey DJ かませイエイエイエイって、違うな、なんじゃ、はあはあ、すげえ、ギンギラや、ああ、お電池なまず、ああ吸い込まれた、うう、タコツボキング A ミックス DJ オクタビオフィーチャリングアオリ。 Hey わさわさ、ギギアオリちゃんちょろい、簡単に洗脳できた、は、 Hey やっちゃって、ときめきボムラッシュ、ギギステイチューン、ゴーゴー DJ、 おいてめえ、よくもアオリちゃん洗脳しやがったな、許さんぞ。まあこれはね、あの1でちょろっと戦い方は、ワンの動画は見てきたんでね、それでなんとかできるかなっていう感じですけど、と届け、ときめけ、とどろけ、ボムラッシュ、危ねえよ、なんだそれ、びっくりした今、マジで今マジでびっくりしました。やっちゃえ将軍、将軍をやっちゃえってこと、オッケー、やっちゃいますよ、あおりちゃん、こら、よし、タコ汗出てきた、4号途中で、オッケー、おらー、えー、うぐぐ、あおりちゃん私だよ、思い出して DJ、 うわーやばい、ジョジョ立ち、 Keep on music、 ギギ OK、 うわー、なんかつれーな、ちょっとあおりちゃんと戦ってるのはつらいな、上から来る、オッケー、任せろ任せろ、返してやるよ、なんぼでも返してやるよ、お前のパンチなんてな。あ、たこ焼き、たこ焼き、やばい、これ敵になるパターンのやつ、あ、なんだこれ、打ち返せないでし、打ち返せないならオッケー、打ち返せる方を返すだけ、わい、ちょっ、くぅ、ダブルグルグルパンチ、ドリルスマッシャーパンチ、やろうやろう、ドリルプレッシャーパンチだ、間違えた、そんなことどうでもいいや、
ちょっと待って、何それ、そんな無理無理無理。え、今のどうやって返すの。わーい、これか。ああ、もうワンの動画見てても新鮮ですね、こいつ。いろんな攻撃あるからな。え、オッケー、ほら、ギッ、オッケー、ほら、タコ技くらい。え、マジで、ちょっと待って、オッケー、頑張ります。うわー、やばい、ホタルさん頑張ります。私、おっしゃ、決めちゃって、おらーい、食らいやがれ。お、ついた、じっとして。お、ルキチ、ホタルちゃん、やべ、かっけー、やべ、かっけー。スミソインク当たった。お、戻ってこい。今だ、アオリちゃんがピヨってる間に、オッケー、タコワサ将軍を頼んだよ。了解、任せろ。ダッシュパンチ、あいた、ミスった。いや、曲いいけどちょっと聴いてる余裕がない。うお、あ、うそ、あ、マジか。よし、カーリングボムラッシュが、カーリングじゃねえ、あ、やばい、ドリルプレッシャーパンチが受けれない。歌っとく、了解っす。ドリ、あの、なんだっけ、あ、これこれ、なんだっけ、あ、9番ボムラッシュがきついっすね、結構。 OK、 ドリルプレッシャーパンチは避ける、これでいいんすね、確か。ドリルのは返せないですもんね。ドリルが来るから避ける、よし、いいよ。そんなに今んとこそんなに強くない。あー、嫌だ、嫌だ、ママ。ダブルドリル、ダブル、怖えな、マジで。うっつ、ドリルじゃない、くらえ。賞金戻って、あ、よく見たらこいつ指にタコって書いてる。あー、シャワー、ミスった今の。それだ、それは忘れてたわ。よし、いけ、やばい、ちょっと待って、両方は返せない。ほら、オッケー、頼む、ホタルちゃん、そろそろ、ほら、んっついつい返せない。うわい、パンチが飛んできてた、気づかなかった。ダブルドリルプレッシャーパンチ、ドリルプレッシャーパンチ、もうこれしか言ってないな。うわっ、ちょい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 、多いよ、多いって、多いって。うわっ、くそ、これあっちに気を取らせる作戦かもしれや、やばいなこれ。よし、復活、ドリルは避けるで、普通のパンチは返す。あ、ほら、とどめだ、いけ。どうだ、頭が酸っぱい、すみそ、聞いてる、今がチャンス。ん、アオリちゃん思い出して、お、聞けば天国、お、まさか、歌えば極楽、まさか来るか。私の居場所ここじゃない。お、お、来たー、来たー、塩辛うみひでし、いやー、塩辛預かってきたー。お、え、なに、ここでガチホコーバッキバキガイザシを持ってきたでし、押し続けてブースター数を高めて ZR 離す、そうすればかなり遠くまでインコもっぱなしですし、さあ4号さん、改造ガチをこの張り姿を僕に見せてほしいですし。こらタコワサ、こら追ってタコワサ、こら逃がさねえぞ、くらえ、いった、いって、ふいっ、
あーなるほどね。ほい、あそういうことね。なんだこれ、すげえバトル。わっ、ああのパンチは返せりゃいいのか。あそうだ、えそういうことね。多分分かった。ふん、よし、あこういうことね。了解了解。ほいさ、ほいさ、待って待って、スティックが、ほら塩辛酢の力を見よう。ガチョコに痛い、ガチョコの力見ろ。あっ、まいミスター、そうか、あれは返せない、あれは返せない、落ち着け。おお、もうここに OK。 いや見えてる見えてる、サルちゃん、青ちゃん、いやー、ここに来てこのギミックか、すげえな、ガチホコってすげえな。ほい、甘いよそんな程度は。あ来るね、ほい、なんゆるいやったぶねー。いやー、塩辛節で戦うのってやっぱいいね、いいっすねこれ。ほらほら効いてんじゃないの。よいしょ、おっとこっちかい、よいしょ、回避は任せろ、体が言うこと聞かない、いいぞいいぞ、塩辛節効いてる、塩味効いてるよ、ほらいいよいいよ。タコはさ、お前はもう終わりだ。よいしょ、オッケー、コツつかめば問題ナッシング、ナッシングトゥーマッチ、いやオッケー、あほい、待って待って、向かいたい向かいたい、今行くよ、ほい、待って待って、ほいしょ、ほらジャンプしてガジョーゴー、え決まったー、タッチだ、マジか、すげー、これはすげー、ギギギ、そんな切ない、うわーすげー、神展開だこれ。グッバイ、あージョイコンが震える。おお、ここで、でててん、あ、あれ、あ、はーい、レギュラーマッチのステージは、あ、違う、臨時ニュースだって、言い出すと、なんですか、また、オーデンジナマズくん戻ってきたって、マジじゃん、やべえ、すごい、写真撮りましょう、写真、よし、写真、えい、マジでスクショしました。なんか飽きたな。そうですね。っていうか、いつもこんな感じでしたね。あ、間違えた。気を取り直して、レギュラーマッチのステージはここだ。あ、違う。また臨時ニュース、2代目。あ、あおりちゃん見つかったって、こっちのニュースの方がすげえじゃん。よかった。私、本当に本当に心配だったんです。マジ、ライバルいなくなられたら困るからな。塩辛酢、2人で1つですからね。あー、いいこと言うね。あ、曲紹介。ちょうどぴったりのリクエストが来てますよ。ペンネーム揚げたてボーイさんからのリクエストで、今話題沸騰中、塩カラーズのあさってカラーです。え、おー、これでエンディングいくのか、すげーすげー、スプラトゥーン2ヒーローモードマジで楽しかった。武吉こら武吉こら。いやめっちゃいいっすね最後。最後だけも何回もやりたい。最後何回もやりたいよ本当。いやー、ワンはね動画見てたんですよ。結構めんどくさい感じの見てたんで覚悟してたんですけど、
ステージがこうなんだろう、今までのボスと同じ感じでやりやすかったです、すごく。いやーでもまあヒーローモード自体はね割と、まあ、苦戦した印象が強いかなっていうのはありますね。まあ僕自身が下手っていうのもあったんですけど、まあ練習にもなりますし、まあ、結構いいんじゃないかななんて思います。いやでもまあなんせスプラトゥーンはね曲がいいですからね、まあ、曲だけではないですけどもちろん。いやー楽しかった、よかった、あおりちゃんも帰ってきて本当に。いやもうあのなんだろう、狙撃したホタルちゃんがかっこよすぎて、もうかっこよすぎて、もう最高でしたね。やっぱチャージャーいいっすね結局そこかよっていう話になっちゃうんですけど、いやーでも本当楽しかった。まあ本当ね、割とというか結構苦戦したステージも多かったんですけど、まあ、何より落下死がね終盤特に痛い目というか結構落下しましたがね。あ、クイボ投げれる、おらークイボ祭りや。まあね、なんだろう、若干ちょっと燃え尽き症候群みたいなものが今ありますけど、まあなんでしょうかね。いやーでも面白いゲームですよ本当に。これは売れますこれは売れますわ。またね、まあ縄張りとかを普通に投稿していくつもりなんで、なんだろう、ミステリーファイルとかイリコとかは裏でやろうと思ってます。まあそういうこと暇つぶしにねやろうかななんて思ってます。はい、いやまあ煽りホタル派なんてよく分かれてましたけど、まあ僕はホタル派だったんで今回のヒーローモードは特に楽しくやれたかなっていう感じがありますけど、煽り派の皆さんはどうなんでしょうかね。最後ね帰ってきて、でもやっぱね煽り派とかホタル派じゃないですね、二人で一つですからね本当に。いやもうやっぱなんだろうな、最後までやるとなんだかんだやっぱ塩辛ずいいなってなりますね。テンタクルズも当然好きなんですけど、やっぱり塩辛ずかなって感じもしますね。なんかいやもうほんともうやっぱ塩辛ずの歌がいい、おしゃれ、モノリスソフトウェアプロデューサー野上久志さん、ジェネラルプロデューサー勝也、江口勝也さん、高橋真也さん、エグゼクティブプロデューサー君島辰美さん、そして任天堂ありがとうございました。この写真見えますか、この二人の笑ってる笑顔見えますか。もうこれいいっすね、いいっすね。はい、というわけでスプラトゥーン2ヒーローモードここまでになります。以上みつきくばさでした。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回のシリーズでお会いしましょう。それではさよなら。